水耕栽培に使う容器はアルコール消毒しておくカビ予防。ペットボトルを用意。ビワの果実を食べてすぐに種をよく水で洗い、茶色い薄皮を剥きます。皮を剥くと発芽が早いです。皮を剥かなくても発芽します。水で湿らせたキッチンペーパーの上に種を乗せる。種の上からキッチンペーパーをかぶせる。水に浸しすぎない程度に保湿する。日差しの入る窓辺に置く。キッチンペーパーは時々新しいものと交換する。上からもう一枚キッチンペーパーをかぶせると乾燥防止になります。